どうも、スコゼロです。今回はようやくエンジンをゲットでき、発電機を完成させます。なかなか大変だったけど、イベントか何かで実破エンジンがもらえたのです。そうそうこいつ、こいつ。そう発電機くんです。さて、完成させてみましょう。よし、これで決定ボタンをポチッとな。できたぞ、できた。よいしょ。これを、バイクに積んで見張り塔に持っていきましょうかね。よし、これでいけますな。出かける準備をして、いざ出陣。ここ、ここ。発電機を設置できたら見えない地域が見えるようになる。よーし、やってみますかおお、中にはゾンビだらけですな。この扉を開けたら襲ってくるのかな。あれ、来ないのか。あれれ、向かってこない、わら。これ仕様ですかね。一応スニークでそろりそろり。あれ、動かないゾンビたちですな。やはり、攻撃してこない。こういうもんなの、これ。ちょっと襲ってきそうにもないので、早送り。やはり、襲ってこないようだ、わら。ということで、ゾンビはすべて倒したので、発電機を設置っと。よいしょ、よいしょ。この辺だよな。あれ？おお、ちょっと不安になったが置けました。おわわわわ、設置したらゾンビの群れが来るのかよ。やばいやばい、引っかかってる。やばーい、どうしようどうしよう。あー、服を脱がされた、わら。ちょっと逃げる。これは、厳しいかな。いや行ってみようじゃないか。え、すでにやられてる。やられた場面くらい見せろよな、わら。もう一度チャレンジ。おくー。ここで早送り。引っかかってるってー。危な。
よし、なんとか倒せたぞ。前回の私の死体から持ち物をもらって、次のサバイバルに向かいます。そう、それはここ。汚染された森。ちょっと初めて来たんだけど、情報は調べてきた。C4 が必要とまでは分かった。いて、トゲトゲの木があるのか。おお、これか。爆発したぞ。C4 を使ったってことなのかな。あ、一個なくなってるから使ったってことだね。痛いって、なんか見にくい。おほ、もう一箇所見つけたぞ。よし、これで、どうなるの。いて。刺さりまくりだぞ、わら。うわ、来た来たー。うっほー、これは攻撃痛いぞ。長い手が攻撃痛いようだな。なんだよこれ、どこに売ってるんだよ。おう、ゲゲゲ、獣が増えた。なんだか倒し方よくわからない。ラウンド2。ラウンド3。だからどこ売ってんだよ。なんだこれ、わら。プー、これはもはや、どこに向かって攻撃しているのかわからない。はぁ。もう、無理。